早く寝たいから早く、早くショールームして、やけど確かに、やけど結構もう、もう結構ないちょ、こんな感じ引いてきましたね。最後、今日さ、ちょっとね、ちょっとほんのね、気持ち程度ぐらいにね、アイライン引いてたんだけど、そう、ほんの気持ち引いてみたんだけど、アイラインした方がね、これはちょっとやりすぎだけど、なんか気持ちしたらちょっとマシで、なんか目がでかく見えるじゃん、こっちの方が。あ、おすすめですね。フェス、今日ゆるちゃんとりおちゃんがラジオでこの話してくれてたよって。そうなんですよ、私なんか今日エゴサしてたらいろいろエゴサしてたら、富士の子とかで調べてたら、なんかその FM 福岡ハッシュタグふかしてんじゃねえよとか FM 福岡で、そう、りおさんとゆうやさんのねラジオが、ラジそのが担当したラジオ、ふかしてんじゃねえよっていう HKT 全員でやってるラジオがあって、それでなんか私のこと話してくれてたってことを教えてもらって聞きました、さん聞きましたね、ありがとうございます。なんですけど、 送ってくれた方がねいたからその話をしてもらえたわけじゃん。前が長いわ。そうだからね、嬉しくてわざわざねラジコ入れたの、私聞きたくてラジコ入れて聞きました。嬉しかった。今日ねゆるさんとね話した、ご飯どこがいい、何がいいって、スリハの時ご飯何がいいって、私何でもいいですよって言っちゃう、知らないからさ、自分がいいあれとか、そうなんかゆうさんが探してくれてた。でも私その時さスマホ持ってなかったからさ、こんばんは、なんか止まっちゃったよ一瞬。そうゆうさんにご飯を誘ってもらってて、前行こうって言われて、で結構なんか私はでもその場のさノリで行こうとかもあるかもしれないじゃん、もしかしたら。けどなんかゆいさんも結構本気で考えてくれてるっぽくて、そう、それが嬉しいじゃん。まずでなんか一緒に行きましょうってなって、そう、ゆるさんとだから話したの、一緒に行こうねって、いつ行くとかちょくちょく話してたんけど、何かどこ行くってなって、どこ行くってなって、そう、私はなんかチーズとかが食べれないからって言って、そうゆうさんがインスタとかでなんか調べてたくれてたんだけど、私その時スマホ持ってなかったからやばいよね、私からもちゃんとさやっぱ積極的に
言わないとさ、やっぱゆうさん、あの藤子出して行きたくないんかなって なってさ、なんかボツとかになったらさ最悪じゃん。ちゃんと行きましょうっていうあれを示しとかないと。そうそう、ミナのね家にねピザ窯がを買ったらしくて、だからピザを一緒にね作ったんですけど、私はちょっとピザがあんま得意じゃなかったから、そうチョコとかマシュマロを用意してもらって、それを一緒に食べました。めっちゃ前だな、もう1年ぐらい前かもこの話。ゆうさん優しい。でも私は本当にリノエルさんのことを怖いとか思ったことは一回もなくて一回もなくて、まあ、確かになんかちょっとさ二人ともさ、まね、はい、なんかでもね怖いと思ったこと一回もない、優しい二人とも。まあ、確かに同じクラスとかにいたらビビっちゃうかもね、あの二人一緒にいたけど、全然なんか前髪マジ濡れてる、どうしよう乾かそっかな。ちょっと前髪乾かす。前髪長かった。サマステの前切らなきゃね、絶対これは。はい。こんばんは。前髪伸びたな。てかさ、なんか私さ、たまにさ、あのさたまにさ、なんだっけ、あのたまにね、本当にね、たまにねツイッターでね富士の紅葉とかで調べたりすんの。そう、なんか私大体富士の紅葉だけとか、あ富士ここか、富士ここって調べたの。なんか大体そう富士の紅葉とか、ハッシュタグ富士の紅葉とかか、ここハピメイド、ここがちょっと皆さんの返信の分をそうエゴサーチしてるんですけど、そうみんながね、なんて
って私につぶやいてくれてるかなと思いながら調べたりするときに、でたまに藤井高校でもエゴサするんですよ。そう、なんか藤井高校って返信すると、あ、調べ検索するとなんか私に向けたポストじゃなくて、藤井高校ってこうだよねみたいな感じのポストとかが結構流れてきて、そうそう、たまほんのたまにね、ちょっと暇だなって時に藤井高校って書いたらなんかさ、やってないかなとか思ったりして、そしたらね、大体出てくるのは、そうそう、別にね、変なことはないんだよ。それ藤子こ、藤子こ、何々みたいな、そう、ちょっとリアルなやつが知れるじゃん。でも悪口とか全然書いてくる人はいないわけ、みんな優しいから。そう、で、まあ、見るときに、大体出てくるのが、チャットの返信で、藤子こちゃんってこうだよね、みたいな、藤子こちゃんがなんちゃこんちゃらだね、みたいな。やつが流れてくんのさ、そう、そういうのさ、私さ、メンバーのチャットは取ってない、取れないからさ、そう、メンバーのチャットさ見れないから、私そう、見たい、気になるじゃん、そんな書かれてたらね、気になっちゃう。そう、昨日もね、あったよ、フリボコって調べたら。でもさ、なんで書いてるんだろうってめっちゃ気になる、気になっちゃうから。そう、でも見れないからさ、自分では。なんか前ね、レイヤちゃんがね、藤子こって調べたらハッシュタグの変がレイヤチャットだった時があって、なんで書いたのって書いたら、でもなんとなく、そう、なんとなく返信の内容とかで分かるのね。あ、こういうこと書いたのかなとか。でもなんか、なんで書いたのって見せてもらうこととかもあるけど、そう、気になっちゃうの。だからそう、どう、なんか見たいんじゃん、それって。フジのコアではね、検索しない、全く、あ、検索、そ、間違えた。フジのコアは検索するよ。そう、そう、レアちゃんのチャットに載ってた時があって、そう、昨日はね、そう、チャットは撮ってないの、撮れないの、なんか撮りますかっていう選択肢がそもそもなくて、メールは全員撮ってるよ、ちゃんと7期生の分まで撮って、自分の分まで撮って見てますけど、そう、だいたいね、そう、気になる、見たいけどさ、私絶対チャットは見られたくないの。なんかチャットは、そう、昨日も調べたら書かれてあって、私藤子こって調べたら、そのチャットの返信ハッシュタグがついてて、いや、気になるなって。そう、メンバーは他のメンバーのやつ見てないから、チャットは、メールは見てるけどね、めっちゃ気になるの。そう、昨日もね、あったんに、私の藤子こなんちゃこんちゃってそう、めっちゃ気になる。だからさ、誰かさ送ってくんない？見たいから。誰か見たい、そう、さ、ちょっとなって送ってたから。見たい、どうやったら見れるんだろうね。まあいいけどさ、本人に見せてもらおう。
だってサミマだからさ、見てもいいかなって。いやいや、本人に見せてもらおう。とかね、マネージャーさんに見せてもらおう。みんなに見せてもらうのはね、ちょっとズルなので。拒んだらどうする？うん、じゃあ拒んでたらマネージャーさんに見せてもらおうっていう。見たいな。昨日そうメール聞くの忘れたもん。今日聞く機会なかった。全く藤子ってちゃって出てきたの。その藤子多分私のことについて書いたメールを、あ、チャットが でもなんか内容とかもそのメールの返信とかもを見る感じ、このこと送ったんかなみたいなって時は結構ある。拒んでる時点でリゴが違うじゃん、多分恥ずかしがってんじゃない、それ拒んできたら。そう、出てめっちゃ気になるな。見せてもらおうかな見せてもらおうかな。キャー。でみんなさ、チャットもメールも取ってるのかな、どっち派みんな。チャットとメールってなんか別じゃん。なんかチャットはさ、またブースティーっていうさ、多分あれなのね。でメールは、ま、モバイル、なんか全くの別物っていうのかな、わかんないけど私もあんまよくそこら辺が。そう、なんかどっち、なんかさ、どう違うね、メール早い、どう違うって言われたら難しいね。あ、メールだね、やっぱメールか。なんかメールは、でメールはさ、アプリがあるじゃん、そういう、だから使いやすいけどね。チャットはね、ないんですよアプリが。このサイトになるから。そう、なんかどう、チャットはちっちゃい細々としたものとか、メールに書くほどの、私はね、動画とか、あの、生写真のオフショットとか、なんかインスタに載せようと思ってたけど、ちょっとボツにしちゃった、ボツにしちゃった、ボツにしちゃった、あの、ボツにしちゃった、インスタのボツになっちゃった、あの、写真とかを載せたりします。メールはなんか普通に今日これこれがあってとか、こんなことがあってとかかな。まあ確かにさ、あれだよね、メンバーはもともとさメールがあったじゃん。ファンの方もそうだと思うんだけどさ、メールがあったのにチャットが追加できたから、メール派じゃん、やっぱだって慣れてるからメールの方がっていうのはありそう。みんなそうなんです。アプリだと見やすいしね、また。なんかチャットは動画とかかな。
私なんかメールにもチャットにもってさ書けないの。だからもうチャットは動画メインにした。でも今とかはめっちゃあの顔があれなの、やっぱリハ期間だからさ、ただスタンプありとかで撮っちゃう。めっちゃインスタのさあの可愛くなるスタンプ使って、そう。でもみんなさ、多分スタンプさ嫌な方多いじゃん。だからあれなんよ。え、ちょっと待って、え、みんな大丈夫？え、大丈夫？みんな。あ、関東。ドキドキしちゃう。大丈夫ですか？ああ。福岡は大丈夫そう。神奈川。今日は終わろうかな、私も配信。終わりますね。13位ミルンクラゲさん、ありがとうございます。12位ルルルンさん、ありがとうございます。11位ヤスヒロさん、ありがとうございます。10位リョーダさん、ありがとうございます。9位カベチョロさん、ありがとうございます。8位ゲントルさん、ありがとうございます。7位ワンタンメンさん、ありがとうございます。6位ウッチーさん、ありがとうございます。5位ステックさん、ありがとうございます。4位サンダーボルトさん、ありがとうございます。3位ジュンさん、ありがとうございます。2位ただの魚さん、ありがとうございます。1位アオイちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけてください、皆様ね。昨日もあったし、ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあねー。